ジュークボックス上のジュークボックスを開いたところ、その中身ジュークボックスは自動販売機の一種で、本来店舗に置き、内部に多数のシングルレコードを内蔵し、任意の曲を演奏させ、楽しむために消費者が効果を投入することを収益目的とする機械である。ジュークボックス以前に効果を投入すると動作するオルゴールや自動ピアノが存在していた。 1889年11月23日、パシフィックホノグラム社の総支配人、ルイス・グラスがアメリカ・カリフォルニア州サンフランシスコのパレロワイアルサルーンにジュークボックスを初めて設置した記録が残っている。この時の装置は電動のエジソン蓄音機に超音感を4つ付けたものでそれぞれに効果投入口があり、独立して動作するようになっていた。この効果で動作する。 蓄音機は1890年代に広まった。これは現在のジュークボックスとは使用目的が違い、人の声が聞こえるのを驚かせるというものであったらしい。様々な音声を録音した老漢を装着した蓄音機を並べたホノグラフパーラースが出現した。中には老漢を自動で入れ替える機構を備えた蓄音機も登場した。 しかし1900年代になると蓄音機も目新しいものではなくなり、一般家庭に蓄音機が浸透し始めると、公共の場では大音量の機械式オーケストリオンが設置されるようになり、高価投入式の蓄音機は廃れていった。その後電気録音とアンプが考案され、高価投入式の蓄音機が復活する。1927年、オートメーテッドムシカルインストルメントカンパニーが、 レコードを選択できるジュークボックスを発売して成功を収めた。1928年、自動ピアノを製造していたユストスピー・シープバーグが、レコードプレイヤーとスピーカーを組み合わせ、効果を投入することで8枚のレコードから選んで演奏させることができるジュークボックスを開発した。当初シェラック製78回転の SP 版のレコードが主流だったが、1950年に、 エンカビニール製45回転のシングル版が登場するとそちらに移行した。ジュークボックスという用語は1940年頃からアメリカ合衆国で使われ始めた。もともと飲食やギャンブルを楽しむ店をジュークジョイントと呼んでおり、それが語源となっている。ジュークはガラ語で無法、創造し悪いの意。ジュークボックスの中でも ウォールボックス型が最も高収益だった。客が席にある装置で曲を選ぶと壁に設置されたジュークボックスが遠隔制御で演奏を開始する方式である。例えば1949年に登場したセバーグ 3W1 は100曲を内蔵できるモデル M100A ジュークボックスを使っていた。1960年代にはステレオが主流となり、この時代のウォールボックスでは 客の席にある装置にもスピーカーを内蔵し、サンプルが聞けるようになった。なお、この頃、シングル版はほとんど製造されず、代わりに、ジュークボックス専用にリトル LP と呼ばれるレコードが製造されていた。これは、シングル版と同じ大きさだが33回転であり、当時のジュークボックスの機構で使えるようになっていた。この頃のジュークボックスには、派手な照明やディスコを呼び、 サイケデリックの効果など装飾的改善を施したものもあるが内部の機構に大きな進歩はない。各レコードが演奏された回数を表示するカウンタ機能が装備され人気のあるレコードを残して人気のないレコードだけを入れ替えることができるようになった。ジュークボックスは当初から極めて収益性の高い産業だった。1940年代から1960年代。 中盤まで人気が高く、特に1950年代に大流行した。当時は、レコードやプレイヤーが高価であり、特に一般的な黒人層には手に入れられない、ものであった。1940年代中頃、アメリカで生産されたレコードの4分の3が、ジュークボックスで使われた。1980年代になると、CD やカラオケの登場で市場が小さくなり、 従来型のものは姿を消した。海外では CD の登場とともに CD を採用したジュークボックスが登場している。さらに20世紀末にかけて CD も使わない完全デジタル式のジュークボックスが登場した。これは楽曲選択機構と再生機構を専用のコンピュータで置き換えたものである。新たな楽曲をインターネットからダウンロードするので 収録曲が絶対に古くならない利点がある。近年では iTunes X、アプリビトジャム Windows メディアプレイヤー SD、ジュークボックス等のメディアプレイヤーソフトでパソコンのハードディスクに CD 録音やダウンロード購入した曲をストックできるようになっているほか、ハードディスク内蔵のミニコンポにも同様の機能を持つ製品が複数のメーカーから販売されており、これらも ジュークボックスと呼ばれることがある。その他にも玩具店、ビレッジバンガードなどの雑貨店や CD ショップなどに本来のジュークボックスの雰囲気を取り入れた CD ラジオや SD オーディオプレイヤーなどが低価格でセガやウィンテックなどから販売されて軽に購入できるようにもなっている。なおボーリング場やゲームセンターなどではレーザーディスクや DVD を用い、 多数の楽曲と映像を内蔵したレーザージュークが設置されていることがある。さらに近年ではタッチパネルから楽曲を選択するとインターネット経由で音楽と映像をストリーミング再生できるデジタルジュークボックスがボーリング場やカフェ、パブなどで設置されていることがある。1941年の24枚のレコードを 内蔵できるジュークボックス1930年代初めまでのジュークボックスは木製の筐体に硬化投入口とボタンがいくつかあるだけだったがその後徐々に装飾や照明が派手になっていった1941年のワーリッツァー850ピーコックはプラスチックを使いカラフルな照明で色が変化する美しいものだったしかしアメリカが戦争に突入すると 金属やプラスチックは軍事用に必要とされ、1946年までジュークボックスは製造されなくなった。1942年のワーリッツァー950は金属を節約するため、高価投入口が木製になっている。第二次世界大戦が終わると、ジュークボックスのデザインにもその時代の浮かれた雰囲気が反映された。網が戦後初めて製造したモデル A では、 乳白色のプラスチックとカラフルなガラス玉を外装に使い、マザーオブプラスチックと呼ばれた。ハバナのホテルにあるワーリッツァー1015の再生産品、ワーリッツァー1015バブラーは最も一般的なデザインのジュークボックスである。このようなジュークボックスは1950年代にもよく見られ、1940年代のデザインであるにも、かかわらず、 1950年代のポップカルチャーと結びつけて語られることが多い。これを設計したポールフラーは戦時中に工場が軍事用に徴用された時仕事がなくなり暇になったのでデザインばかりしていた。それがポップカルチャーを象徴するデザインを生み出すことになった。その後、ジュークボックスのデザインはハイテクを感じさせるものになっていき、 それまでのクラシックなものとは全く違うものとなっていった。また内蔵をできるレコード枚数が増えていったためその曲名と選曲ボタンを並べるだけでかなりの表面積を要し装飾に使える部分が減っていった。枚数が増えたのは技術的進歩という面もあるが SP 版からシングル版になってレコードそのものが小さくなったためでもある。曲名表示が 回転式のドラムにされているものもあり、より多くの枚数を扱える機種もある。1940年代のジュークボックスは、黄色のプラスチックが多用されていたことから、ゴールデンエイジと呼ばれ、1950年代のジュークボックスはクロム風の外観が多かったため、シルバーエイジと呼ばれた。日本には戦後に新中軍が導入したと言われ、1970年代まで飲食業や、 ホテルなどに設置されて全盛期を迎えたと言われている。台東貿易、レメイヤースチュアート社、V&V 社の3社が、最大手として、米国よりジュークボックスを輸入していた。1960年代には国産化が始まり、1962年には、レメイヤースチュアート社より、国産初のジュークボックス、セガ1000が発売されている。セガは、日本で大ヒットし、 日本語楽物産も社名をセガに変更した。しかし1960年代後半頃よりピンボールやエレメカなどにアミューズメント機器の主役は移り、1967年には V&V 社の社員の中山駿が独立して日本初のゲーム機のディストリビューターであるエスコ貿易を設立したほか、台東やセガもゲーム機のディストリビューション及び自社開発を行うようになる。 他にも、現在ゲームソフトメーカーやゲームセンター、アミューズメント施設を運営する企業の一部が、創業当初はジュークボックスに何らかの形で、携わっていた。2008年には、セガトイズからワーリッツァーのデザインを模した、ホームジュークボックスが発売されているが、ジュークボックス事業は、現在のセガグループの主力ではなく、あくまでアンティーク風おもちゃの一つとして扱われている。 なお、セガ1000は、現存が確認されておらず、現存する、国産最古のジュークボックスは、日本ビクター製の JB-5000 となる。ありがとうございます。